もうすっごい G かかって、やばいよ、ね、あもうこれで僕はもうジェットコースター二度と乗らないってなりました、怖すぎて。えなんか長崎行くジェットコースター怖いん？いやめっちゃ怖いぞ、もうすごい、ね、俺ジェットコースターとか全然大丈夫だけどね。マジっすか、すごく恐怖を感じるジェットコースターから。あれにめっちゃ怖いよ。だってつかさ、はい、この世で一番怖いものって何だと思う？この世で議論ってか俺たちの中でさ、ランキング決めようよ。あそれ面白そうですね。この世で一番怖いもの、そう、なんだろうな、お化けじゃないですか？ガチかよ。だってこう急に現れたらめっちゃ怖いじゃないですか。まあまあまあわかるけど、でもお化けとかはな、いるかいないかわかんないしな。じゃあトルトさんなんですか？俺あるで。俺なんですか？カバさん。カバさん笑ったね。なんでカバさん怖くないじゃないですか？新年だ。あんなだってもうね、なんか可愛らしい。はい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 、口を大きく上げてのそうとしてな、はい、知らねえんだ本当のカバを。えカバって動物は、はい、仲間とか家族守るためにめちゃくちゃ獰猛になるのよ。マジですか？言ったらな、はい、ライオンにもその時歯向かうぜ。仲間や家族なのだったら。ライオンの方だって強いじゃないですか？その時のカバも恐怖の塊よ。だってライオンと言ったらバーってライオン勝つ。カバが？それくらいあいつは獰猛で、そう、恐怖だが強さもある。そうなんだ。憧れの動物っちゃ動物だね。じゃあカバはタナトスさんだ。なんでやねん。こうなんか仲間のために立ち向かっていくみたいな強さがある。俺カバじゃねってよ、お前。いや、タナトスさんもカバですよ。カバじゃない、お前ヒポポタナトスって言うの。うまいこと言わないでしょ。死神ヒポポタナトスって言うの。いや、うまいけど。いや、すごい。カバなんだ。カバじゃね。まあでもまあ、はい、カバが一番怖いってこといいかじゃん。そっか、カバが1位ですね。じゃあカバさんだな。あ、ごめんなさい、僕そろそろ行けますね。あ、OKOKOK、行かないといけない。じゃあまた夜な。夜、はい、うん、絶対連絡しますんで。あ、飯な、飯考えてきますね、うん、食べたいか、うん、はい、じゃあまた。さそるやつも暇なやつも取っとくよ。わかりました、はい、取っときます。うえー、お疲れ。大学生忙しいね、授業とかなんだで。へぇ、飯か、なんだろうな。あ、やべ、金下ろさないと。あれ、給料って土日挟んだから、いやでも今日のはずやんな。一回口座確認すっか。カバな、誰がカバだよ、仲間のためにって。お前カバじゃねえよ。ヘイログイン、どんくらいやったの？結構シフト入ったからな。なんでゼロ円な？おかしいやろ。なんで？履歴。あ、給料入ってんの？は、なんで？あれ、この銀行って。これ見たわ、ネットで。あれやろ、これ。銀行員がなんか10億貸し金庫からずっとまくってたみたいな。ざっけんの俺にもかよ。ざっけんなよ、マジでよ。好き勝手やりやがってよ。おめえよ、ちゃんと働いてる人バカにすんなよ、マジで。こら、ふざけやがってよ。上級国民なんかなんだか知らねえけどよ。給料全部ぶち抜かれてんじゃねえかよ。もう電話や、これ。確認や。そんな、こんな俺にまで来るかよ。はい、もしもし。あ、すいません。はい。ちょっと確認なんですけど。はい。今日給料日で。はい。で、給料を確認したんですよ、今。はい。で、給料は振り込まれてたんですけど。はい。その全部給料さ、なんか引かれてたんですよ。で、ゼロになってるんですよ、手元が。はい。これちょっと確認してもらっていいですかね。あ、かしこまりました。お宅今いろいろやってますもんね。はい。あ、もう、とりあえず確認してください。あ、かしこまりました。はい。少々お待ちくださいませ。はい。何が少々お待ちくださいだよ。仲間をね、そういう仲間を囲むなよ、マジで。イラつくな。すいません、お待たせいたしました。はい、ですね、履歴をお調べしたんですけれども、はい、こちら差し押さえとなっておりますね。はい。差し押さえで給料分がそのまま引かれている感じですね。差し押さえ？はい、住民税の差し押さえですね。住民税？
はい。住民税の差し押さえでそのまま給料が差し押さえられてる形になっております。その履歴の画面に差し押さえって書かれていませんでしたか。ちょっと確認します。あ、はい、うん、はい、はい、差し押さえでした。はい、はい、そうですね、はい、住民税が、はい、なるほど、はい、差し押さえ、あ、はい、そうですね、これって、はい、じゃあどうしましょう。どうしましょうというのはそうですよね、はい、そうですよね、銀行でどうにかすることはできないですもんね。あ、私どもの方法でできることは、はいはい、そうですね、はい、ないですね。はい、おそらく事前にその封筒や電話などで連絡はあったと思うんですけども、そうですね、確認されてなかったようなので、そうですね、差し押さえられている形になっておりますね。そうなんだ、あ、そうなんですね。あ、え、全部なんですね。そうですね、はい、銀行はもうそうね、はい、はい、銀行はお知らせするだけですもんね、これが差し押さえだったよと。お知らせというか、まあ、はい、お知らせというか、ね、おそらくお知らせの方は、はい、うんうんうん、また別で封筒や電話などあったと思うんですけど、お知らせってそういうことじゃなくて、あ、まあ、はい、すいません、すいません、あのね、お兄さんに言ってもいいね、はい、見ないそうですねはい、申し訳ないです、はい、大丈夫でしょうか。いや、大丈夫じゃないです。あ、けど大丈夫です。あ、大丈夫でしょうか、はい、はい、わかりました、じゃあそっちに電話かけてね。あ、そうですね、です、はい、笑ってんだ、すみません、はい、大丈夫です。大丈夫でしょうか。大丈夫じゃないですけど、はい、大丈夫です、はい、はい、失礼します、失礼いたします、はい、はい、税金だ。ああ、差し押さえなるんだ。ああ、封筒来てたな。ああ、ずっと無視してたわ、確かに。どんどん色がな、青、緑、赤、黄色で、最後なんかの富士商事の大当たり柄みたいな。いや、なんかずっと噂とかで聞いてたけどな、そのそういうのなんかずっとパチンコの激アツ柄みたいになってくるみたいな全員お前払えねえ人パチンコやってると思ってんのかよ。当たりだよじゃあキリン柄とかにもするのかもな。え、じゃあキリン柄の封筒の隅っこには UFO のお前エイリアンがいるかもなどうしよう、ゼロ円だもん、年末。いや、一旦その税金とか電話かけるか。あ、分割とかでできるかもしれないじゃん。はい、もしもし。あ、もしもし、すいません。はい。お忙しいところ失礼いたします。あ、はい。あのですね、はい、差し押さえの件で。差し押さえの件、あ、はい。お電話しました。はい、で、はい、差し押さえの分って、はい、今から分割とかってできないですかね。分割ですか。あ、はい、引いちゃった分を一回戻して。そうですね、お客様、はい、差し押さえというのはそれまで支払うべきだった金額をその時期に支払っていただけなかった分をもうそのまま全部、一括で差し押さえている形なんですね。なるほど。ですので、ま、そもそもが分割といいますか、はい、一括のように見てこれ分割、もともとは分割で払うべきだったものをずっと払ってなかったので一括でまとめてる感じなんですね。難しいですね。なるほど。だからその分割というのは厳しくてですね、うん、はい、お知らせはしたと思うんですけど封筒など届いてますか。届きますよね、はい、はい、あの、はい、富士商事
はい。あ、ごめんなさい。はい。来ました。多分お電話も差し上げてると思うんですけども。あ、電話。はい。そういった連絡をちょっとされていないと差し押さえという形になってしまいますね。はい。で、今回の場合ですと、差し押さえた分が、超えてませんので、税金分が。どういうことですか？もしこれが税金が足りないっていう形になりますと、家財など、なんかそちらの自宅にお伺いして、いろいろまた物品によって。あ、はい。テレビで。あ、そうですね。あれが差し押さえだと思ってました。はい、張り紙などして、差し押さえという形になるんですけども。あれ最後なんだ。はい、今回は、それはなかったので。あ、はい。よかったんだ、じゃあ。許可はないっけな。はい。すいません。あ、大丈夫でしょうか。大丈夫じゃないです。あ、でも大丈夫です。あ、はい、大丈夫でしょうか。無理ですもんね。はい、また今後も、はい、税金というのは、付き物ですので、無視をされますとまた差し押さえという形になってしまいますので、わかりました。必ず連絡します。お気をつけください、はい、ありがとうございました。大丈夫でしょうか。ダメです。あ、大丈夫でも大丈夫です。あ、大丈夫でしょうか。はい、はい、すいません、失礼いたします。失礼します。やっぱいや、今出ないよ、今。出ますよ、出ます。絶対連絡しますけども、今ちょっと無理でーす。絶対出まーす。年金って。出ます、保険も払います。今日はちょっと無理でーす。すいませーん。はーい。じゃあ明日からが何時に連絡します。意思はあります。ちょっと、失礼します。前借り頼んで、シフトも増やせるだけ増やして、で派遣も増やして、あとタイミーか、タイミーとシェアフルとそういうアプリ も入れて使って、アリマ、ダメダメダメ、もうこれは知ってる、地道にやんないと、アリマ、K1 グランプリ、ダメ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 、ドーディス、ダメだ、ドーディス、あー楽しくねー、楽しくない、お金だ、ウィズ、あ、もしもし、タトさん、あの田辺とかもなんか夜来れるみたいなんで、なんか焼肉屋とか予約していいですかね。そうか、ちょっと悪いな、なんかさ、はい、さっきを言ってたろ、怖いもの話。あ、カバですか。一番怖いのはカバじゃねえ、税金だ。え、税金。税金、あ、カバなんて全然怖くねえ、税金は怖えぞ。税金はよ、何にも抑えらんねえんだよ。こっちからもうどうすることもできない。だって、絶対に税金は払わないといけないからな。税金は怖え、鉄壁だ。仲間なんて関係ねえ、ズタボロにする。怖くて強い。カバよりも怖くて強い。仲間なんて全員ズタボロにする。だからカバと逆だな。
カバは仲間を守るためにどう思うになるけど、税金は、ああ、国のためにどう思うになってんだ。たとさん。あと、怖いもの。年金。こいつも怖いぞ。そして、保険料。こいつはもう怖くて強い。年金なんてもう二つの意味で怖い。年金払い続けたところでこの先どうなるかわかんない。その怖さもある。保険料。なあ、自分の保険の命のためなのに、自分の首絞めてんだよ。で、あと一番怖いのは、カバさん。な。はい。ほら、今大学生だからまだわかんないけどよ。わかんないと思うけど、一番怖いから絶対にな。カバさんだけ覚えんなよ。わかりました。ほら、言ってみ。はい、何と何が怖いんだ。カバさん。バカ、カバさんじゃねえよ。おめえは、大学生だからって前は、もう一回言うぞ。はい。税金。年金。保険料。カバさん。はい。カバさんだけ覚えんなよ。あ、はい。税金、年金。保険料。はい、カバさん、覚えました。保険料。あ、保険料だ。あ、すいません、ありがとうございます。ちょっと、タノさんの焼肉屋なんですけど、タノペも来るの3人で予約して。終わり。ちょっと、こっから仕事立て込む。今日仕事入った。飛び込みで。あ、そうなんですね。あ、わかりました。で、ちょっと年末もしばらく、ちょっと身動き取れんかも。結構案件入った。あ、そうなんだ。繁忙期や、繁忙期。あ、師走やな。師も走るって言うやろ。俺はお前の師やからな。走らんと。じゃあ、ちょっと忙しいんですね。ああ。まあでも、連絡とかはこの前にくれや。あ、わかりました。あ、頑張ってください。あ、俺もするし。はい。頑張ってください。マジごめんな。本当楽しみにしたんだけど、ちょっともう、はい、行かないといけない。また、じゃあ、年始とか開けた時また、じゃあ、はい。頑張るわ。そこも。はい。よし。楽しみにします。頑張ってください。はい。はい、怖いものは？はい。怖いものは？年金、税金、保険料、カバさん。オッケー。はい。大学。はい、失礼します。23時江東区8時まで軽作業11,000円。OK。いいね、タイミーは。話が早いわ。持ち物。安全靴あったかな。バンドやりませんか。エントリーしといたよ。エントリー？ミスコン。へえ、俺たちが。一丁かますか。どうしますか。いや、今度文化祭あるんで、田中さんも来てくださいよ。なんとしまくろっかな。はい、文化祭楽しみだな。